すごいよね、やっぱり。なしなし。なしなし。なしなし。ありがとうございます。いやー、すごい人気。本当に。今日思ったもん、福島駅ね、僕着いた時に、福島駅が黄色に染まってたもん朝。本当、すごかったっすよ。うん。ね、やっぱ黄色いキャラクターでね、うなし有名じゃないですか。中根くんっていうのもいるんですよ。あ、そうだ。福島中央テレビのキャラクターも同じ黄色なんですけど、今日ちょっとジェラシーに沈んでたもんね。そう、ふなしがいるから。あ、でもまたようこそお越しいただいたわけですから。そうです。こちらのうちの相方お母さんも一応福島のご当地キャラみたいなもんでね、そうそうそう、させていただいてるんです。奥様こんにちは。もう素晴らしい。こういうコラボやっぱ楽しくなっちゃうもんね、一緒に行って。いや、もうこの動きがもうなんか、もう元気もらえちゃうじゃない。ワクワクするよね。ほら潰れた、ほら潰れた。これ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 。わあ、もうほら鼻が取れ、あ、疲れた。いや、すごい、このパワーがやっぱ伝わるんだろう ね。でも私今回初めて、はいはい、あの伺いましたけれども、はい、このお花にもね、ちょっと触っていい、ふなっしー。はい、どうぞ。ここほら、ここにいろいろね、ふなっしーだとか、中テレくんのクリスマスツリーとか、ガクトくんとかね。本当だ。あとここに、このここにほら、フェルトであったガクトくんとか、ふなっしーって、すごいすごいすごい。このご当地のね、キャラクターだったり、そういうことをね、ファンの方が送ってくださるんだって。それをつけて、こうやって上手、みんな本当上手ですよ。そうね、綺麗だものね。ありがたいね。さあ、というわけで、実はですね、今回ふなっしーへの質問をですね、ご自身の視聴者の方からですね、募集したんですよ。事前にお伺いしたら、なんと300通もの、すごいでしょ。あった、1問あたり2秒ぐらいで答えですね。全部行く気？全部無理よ、全部。その中からうちのお母さんが一応抜粋したんでしょ。あ、お母さんありがとう、嬉しい。その中から数個ね、せっかくだからね、代表で質問をさせていただきたい。ふなっしーとお話をね、させていただく機会ってそうないから。はいね、はい、まず行きましょう。じゃあお母さんお願いします。ニックネームもみなつさんからいただいた質問でございます。ふなっしーは、はい、今年は大好きな憧れのオジーオズボーンと同じステージに立つという大きな夢を形にしました。はい、ね、今まで夢だったんでしょ、それが。本当にね、那智高生の頃から、ポスターを部屋中に貼りまくってた海外の、ビッグアーティストなんです。ビッグアーティストですよね。そう、まさかライブに一緒に呼んでもらえるなんて思わなくて。呼んでもらったの、今回。本当にすごい。あのオジーと一緒に横で暴れてきたの。そうらしい、そうらしい。そしたら、オジーがホース持ってきて、那智高生なし汁ブシャ、おじいにやられたの？すごいよ。そしたらね、夢、大きな夢形にしましたけど、はいはいはい、大きな夢を形にしましたけど、このもみなつさんからね、次の夢や野望はありますかって、ずっと言ってた。おじいは叶ったからね、次やりますかね。円満大賞。何？うずらしい、うずらしい。今何だった？年末ジャンボ？年末ジャンボじゃないんですよ。何？円満大社って何？円満大社、それは A になるわ。円満大社はちょっとダメよね。大体それをね、あの年末ジャンボで聞き間違えたお前も意味もおかしいわ、それを。でもね、ダメでしょ。せっかく応援してくれてもらってるから、みんなが喜ぶうちは頑張ろうかなって思ってたし。皆さん応援いただくうちは頑張ると。ありがたいね。まあ、この方はこれからも梨飲みに気をつけて頑張ってくださいということでございましてね。はい、さあ、じゃあ、まあ今年もうそろそろ締めくくりではございますけれど、ふなっしーの質問、はい、ニックネームリセさんから。リセさん、さあ、ふなっしーちゃん、はい、今年1年を漢字一文字で表すなら何ですか。はあ、何でしょうかな。漢字して、難しい質問来たね。漢字一文字、なし。なし。わかりやすい。数年なしだろうね、多分。なし。なし。うん。わかりました。わかりやすいわ。ね、これもこの質問もらったら常に答えられるやつ見つけたね、今ね。見つけた、見つけた。じゃあ次。うん。
次もちょっと難しいかな。はいはい。ニックネームにゃーこさんから。はい、ありがとうございます。もうすぐクリスマスですねと。ふなちゃんは何が欲しい？あ、クリスマスプレゼント、うん、クリスマスに。あー、ちょ、リアルに答えていいなし。リアルなやつでいいなし。リアルなやつ、リアルなやつ。マッサージチェア。マッサージチェア。だいぶ疲れてらっしゃる。そりゃそうよ。そう、もうね、腰がバキバキの時腰がバキバキであの動きって相当深かってるわよ。最近ね、ドラマのロケやってまして、はいはいはい、そこでアクションシーンとかやらされてるの。シーン、アクションシーンもやってんの。そう、もう夜中の11時12時までやって、うん、帰ってきた次の日筋肉痛になるかなと思ったら、うん、もう頭痛出してるのし。頭痛はやばいよ、もうやばいよそれ。全身疲れきちゃったし。ふなし、このステージはゆっくり休んで帰りなねえ、ゆっくりと。そんな福島へ来て身を粉にしてね。ありがたいですよ。もうリアルに伺いましたね。マッサージチェアが欲しいと。マッサージチェア、これはサンタさんも持ってきてくれるんじゃないかしらね。うん、じゃあ続いていきましょう、はい、もうちょっと時間あるからね。もうちょっと時間があるということで、うん、ニックネームおかんから。おかん、おかん、はい、おかん、年収はいくらですか。すいません、おかんってお前だろそれ。今私です。あなたでしょ。すいませんね、初めてのお金に汚いのこの方。誰がお金に汚いの。それ聞きたくてしょうがなかったんですよ、ずっと。どうなのかなって。答えなくて大丈夫です、それは。じゃあ行きましょう。やめてください、皆さんの質問。いろいろね、皆さん、まあ、日々疲れてらっしゃると思いますが、ニックネーム、ジョン・ハンニバル・スミスさんからいただきました。はい、ふなちゃん愛してるよーと。かわいい。さあ、ところで、皆さんに元気を振る舞うくれるふなちゃんは、うん、自分がお疲れぐったり太郎な時、はい、どうやって元気回復ヒャッハーしてますかと。ああ、なるほど。ちょっとね、皆さんもね、疲れる時もあると思うんですよ。ぐったり太郎な時ね、普段はね、ふなちゃんみんなに元気与える方だけど、うどうしても疲れたぐったり太郎の時どうしてるか、ちょっと参考にさせていただきたい。あのね、近所の、スーパー銭湯行くなし。スーパー銭湯に、梨の湯っていうのがあるなし。梨の湯がやっぱ一番いいのね。だいぶいいなし。スーパー銭湯、うん、60分4500円のマッサージを受ける。いや、リアルやな、数字が大好きなし。結構ちょうどいいぐらいの値段だね。そう、高くもなく、すごい安いわけでもなく、そうちょうど具合がいいやつだ。いいやつだし。最後に、うん、お蕎麦食べて、うん、ビール飲んで帰るやつ。いや、最高最高、最高、参考にしたいと思ったけど、世のお父さんの休み方と一緒だったな。嬉しい、ごめんごめんごめん。さあ、じゃあもうそろそろ。そうですね、最後行こう、最後、最後一つ。まあ最後、まあちょっとこれ簡単、あのニックネームうぽぽさんから。お、明日から、はい、無人島に行かなきゃいけない。お、そうなったら持っていきたいものベスト3をお答えください。ベスト3つ。お、無人島ね、何もないから。そう、ふなっしーさんは何持ってく。まず、うん、発電機。発電機、なるほど。現実的、現実的、発電機大事ね。発電機、ほう。クーラー。クーラー、暑いの嫌なんだ。クーラー、暑さ弱そうやから、うん、発電機とクーラー、うん、スマホ。スマホ、これさえればしのげるなしな。なんとか、正直なんとかなりそうな気がしてきた。スマホで調べればいいんだし。そうだね、調べもできるし。変なキノコ見たってね、うん、それスマホで見て、あ、これは毒キノコかどうかも分かるしね。あと、もうツイッターとかフェイスブックもできるし、うん、そうね、もう活動の報告もできるし。でも電波届くってことは無人じゃねえよ、そこ。たぶん誰かおるはずやって。だったら助けを呼べという話ですから。 ありがとうございます。まあ、他たくさんいただきましたけれども、うん、まあ、ということでね、いろんな応援されてる方いますから、ね、嬉しいですね。体に気をつけて、はい、これからも頑張っていただきたい。ありがとうございます。お願いします。さあ、たくさんね、質問に答えていただいたんですけれどもですね、今日はバンド仲間を連れてきてるっていうね、お話をね、聞いてるんですけど。そう、郡山で、うん、もう今一番